これより信長は天下に武を敷く。兄上の天下布武と、ここにいる皆の絆の長久を願い、桜の若木を植えましょう。信長様、柴田殿、長政殿、光秀殿、久秀殿、また10年、20年の後も皆でこの桜を囲みたいもんじゃ。ええ、信長様こそ戦なき世を築かれるお方、その折は皆で太平の宴を楽しんでいることでしょう。そのためならば粉骨砕身、この光秀、どこまでも信長様についていく所存。光秀殿、それは違う。兄上が望むのは己と対等、もしくは凌駕する人間ならば、兄上と共にあろうと望む者は兄上を超えねばならない。長政殿。皆信長様、信長様と忠義面だが、ちゃんと違うところを見てやる。面白くなりそうだ。信長様、ご機嫌うるわしゅうございますな。うぬらの向こうに美しく燃え盛るごとき桜が見える。世は楽しい。足利義昭を擁した信長が上洛したことで、畿内の諸勢力は瓦解。松永久秀は信長に下り、小庄将ら三好家の残党は京より追放された。信長は将軍となった義昭の仮御所京の本国寺に明智光秀ら少数の兵を残し、美濃岐阜城へ帰還した。そして京に乱が起こる。まるで信長が去るのを待っていたかのように。織田の将、六条合戦。戦なき地平見るために。兵は軌道なりでね。急襲、小庄将率いる旧勢力残党が京に攻め寄せてまいりました。信長様ご不在のこの時にですか。とにかく岐阜城の信長様に使者を出すのです。今援軍を買うても来るまでに何日かかるか。多勢に無勢、こりゃ間に合わんな。ん？心配は無用だ光秀殿。浅井長政、これに推参。命の真意に従い、織田の方々に援軍いたす。力を合わせればきっと勝てます。この困難と戦いましょう。姫様、見捨てられちゃいましたね、信長に。あの人に見捨てられた？だってそうでしょう。
今日を無防備にして岐阜に帰ったらどうなるか。かの大悪党松永久秀もいるんですよ。何も期待してないってないですよね。そうかしら。ねえ半兵衛、この危機を脱するのに何が必要？覆せないかな。絶対来られないはずの信長が援軍にでも来ない限り。じゃあそれがあるのね。今孔明と呼ばれた半兵衛が手遅れになるまで事態を放っておくはずがないもの。岐阜と京の距離を？俺は絶対に来られないって言ったんですよ、姫様。あの人は絶対に来る。絶対という因果を破って。俺嫌いだな、危機に陥れた女にそんな希望を抱かせる男なんて。成敗のご褒美は都よ。みやこ、みんな頑張ってね。チュッ、この本拠地完全に包囲されています。ここはですよ、吉明様は必ずお守りします。光秀殿、徐々に包囲網を切り崩そう。戦艦を開いている味方を援護し前進だ。我が剣は心を切るためにあるのです。
り進む。その差が太平洋を見るまで。お相手いたす。雨がしたし。昼寝していい？あ、ダメ。一網打尽。実に結構。美女のためならどこまでもってね。最下孫一、華麗に参上。さて、義明の頭、ズドーンと行くぜ。決めましたばかりの国は、最下衆の大軍勢に襲われる。水秀殿、大丈夫ですか。まだ兵たちの気力は尽きていない。敵将撃ち取ったり。我が剣が心を切るためにあるのです。
苦しい流浪の日々、分からずも今その仇が目の前に。今こそ恨みを晴らす。狙いは織田信長の首ただ一つ。敗北。失うわけにはいかない。五右衛門様と勝負。勝負。この敵将撃破も計算通りなり。アウチ。ここは辛かるしかねえ。今日の試合だからまだ2日。その間に身の補給を制覇するなんて、そのお力があればきっと戦なき地平も。時は今が今。
険が。今すぐ救援に向かおう。あなたに服を呼んであげるわ。時は今だ。なかなかやりますな。兄上の登場によって戦局が変わり、我らは義明様を守りきることができた。ええ、全ては信長様のおかげです。信長のおかげ？つまらん。信長の取り巻きは実につまらん。美濃から京までの道のりをあの短期間で果断にして即決、なんというお方だ。それがしも実感した。兄上こそ英傑と言えるだろう。この乱世に太平をもたらせるのはあの方しかいない。なればこそ兄上と肩を並べる存在でありたい。いや、兄上を超えたい。そう思った。長政殿。大丈夫だ、心配ない。光秀殿、それがしの真偽の槍が折れることはないさ。それにそなたとそれがしの友情の柱もな。信長め、槍折る。それは我が輩も認めざるを得ん。だが、いやらしい目で彼らを見るね。松永殿、蛇が鳥の巣にある卵を狙う目だ。信長は我が輩の運命を狂わせ、楽しみだとほざきおった。ならば悪党らしく期待に応え、楽しませてやらねばならんだろう。